アウディ R15TD とは、アウディが、ルマン24時間耐久レースへ参戦するため、アウディ R10TD の後継として開発した、プロトタイプレーシングカーである。R10 と比較し、第2世代ディーゼルレーシングカーとアウディは、呼んでいる。改良型のアウディ R15 プラス2010年ルマンにて2009年3月19日に、発表され、 同年のアメリカン・ルマンシリーズの開幕戦セブリング12時間レースでデビューした。R15TD のエンジンは新設計の V10 ディーゼルエンジンで1050ナノメートルのトルクと 600PS 以上の最高出力を発生する。全モデル R10 の V12 エンジンと比べてコンパクトで軽量に仕上がっている。従来の風洞実験に加え、 コンピュータ流体力学を駆使して開発されたハイノーズのボディは従来のローノーズのスタイルから一新された。リアウィングもスワンネックに変更され多くの新しいアプローチが取られた。また R10 と同様5速セミオートマチックを採用している。2010年には進化型の R15 プラスを投入。前年度からレギュレーションが変更されたことにより ディーゼルエンジン搭載車のリストリクターが小型化され、出力が低下した。パワー不足を補うためフロントノーズの形状を変更、分割型にするなどフロント周りを中心に、空力面のブラッシュアップが施された。2010年ルマン、R15-1 から3フィニッシュの様子デビュー年の2009年は、予選最高位は2位。決勝ではライバルで同様に、 ディーゼルエンジンを採用するプジョー908ハディファップの後陣を廃止3位となった。2010年には予選でプジョー908ハディファップが上位4台を独占するなどラップタイムで上回ることはできなかったが決勝では安定感を武器に逆転し上位3台を独占。総周回数397周、総走行距離5410.71。 キロメートルという成績を残し王座を奪回した。R15 のルマン24時間レースにおけるワークスとしての活動は2010年限りで終了し、わずか2年の活躍であった。2011年にはクローズドボディの新型アウディ R18TD を投入した。ありがとうございます。